釣り行くぞ。どうした？釣り行ってくるわ。メヤニア取れないな、必ず。釣り行ってきます。行ってきます。寝てた、寝てたね。うん、今夜中の2時なんで今から行ってきます。始まりましたよ。今4時15分。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ちょっとやりますか。なんか投げてくぞ。釣れるといいね、一匹でも。おはよう、おはよう。静かに静かに。今でかいのが来てるらしいよ。まだボイルしとるよ。60超えてるよ、なんか来とるから。なんかモンスターが釣れるって噂。もう静かにせんの逃げちゃうから。ほらまた。静かに静かに。あそこおるな。さっき2回目だよ、ボイルじゃん。おるな、あそこ。ない。これ去年食った。ナイス。でかい。でかい。食った、やっぱりこれ来た。来い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 。よっしゃ。でかい。あー、バラした。おいおい。バレた。おいおい、何で来た？店。やっぱり去年食ったやつ、琵琶湖に通用するよ。一投目で。今一投目で、あ、二投目、二投目。いや、気合いのさん。ちょっといい。そんなでかくなかった。多分、ね、25億。25億。ミノの。どんなんや。開始2頭でチャポンとついたらこうやって立つんだって。ああ立って巻くとこで立って、それシーバス用のミノだな。そうだね、ラジオさんがバラシ惜しかったね。来た、ね、オッケーオッケー、つてつて、でかい、来たぞ。ちょっと待って、寝ますよ。ちょっとごめん、今ちょうど映るわ。もうああ、さあスペシャルゲスト小太郎さん来ましたね。ナイスナイスナイス。でかいでかい。小太郎さんでかい。でかい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 。いいの？うわ、すげえ。ナイスナイス。ナイス。来た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 。夜明け前に。やった。よ、でかい。まあまあだよ。でっけ。30ちょい。すげえ。ナイスフィッシュ。ナイスフィッシュ。小太郎さん見て。あ、まあまあサイズ。オーケーオーケーオーケー。ちょっと待って待って、ミノーとこれデュオ。あ、そうですね、レアリスの。あ、ブリブリ。お腹すごい。30ぐらいですね。うわ、これちょっとスピンベイトじゃなくてこういう軽いミノーがいいかな。ホッコのバスすごいね。ね、うん、ナイス。ホッコのバスいいね。お前も来たし俺も来た。俺ね、さっきねバラしたんだ。同じぐらいでお前もバラしたんだ。そうだね、そんなもんだったね。30ぐらい。来た来た来た、でかいでかいでかい。おい、釣れた釣れた。でかいってこれ。でかいですね。でかいでかい。あ、映しちゃかんのだよね。いや、このカメラ、この竿先映して、竿先。竿先、あ、でかいでかい。バレた。あ、バラした。うわ。バラした。40あったわ。あった。あー、化け物だったのに。バレた。高橋君、足。もう足も短いのバレちゃう。あ、虫切りか。手から先だよ、お前。手から先だよ、俺は。ここ？バレちゃって、こっから手だよ、手。あー。バレちゃったよ。今、40あったの？軽く40あったって。いやー、惜しかったっすね。3、小太郎さんのよりでかかったね。いや、40軽くあったよ。ああ、まあ、実質28だと思うけど。いやいや、ああ40ありましたね。あったあった、間違いないです。遠くで見たら40あったかもしれない。ありがとうございます。いや、3人連続バイト。ちょっと待って、これ何、ルアー何、これ。スピンベイト。スピンベイト、そうそうそう。だなー、ゆっくり巻いてきた、来ました小太郎さん。ゆっくり巻いてたら、うわー、40あったな今の。普通に40あったよ。だってね、スピンベイトこうやって、結構そこシャローなんで、こうチョーンチョーンチョーンってフラ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 させて巻いてきたら、食ったのはいいけど、スピンベイトのあるあるでバレちゃった。また来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 た、ライブで来た。連発連発連発、今回いいよ、ちょっとさっきより。お、連発連発、来た来た来た、いいねいいね。おしおし、まだ来た。でかい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 。すげえ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 。ウィッシュウィッシュ。あれ、何これ、釣れがかりだ。釣れがかり。結構釣れるじゃん。ちっちゃいな、30だな。でもさっきと同じような。さっきと同じぐらいだ。対抗があるよね、対抗が。小太郎さんが釣ったのと同じぐらいで、もうそこら辺バスだらけよ。俺まだ一匹も釣ってない。いや、投げや投げや今。今その辺バス。こんなもんでいいね。いいよ。俺ちょっと俺も肝心な俺が。自分のチャンネル30ないぐらい。
うん、2連発ですよ。これがスピンベイトの実力。ちょっとボディのすれがかりですけど、ちっちゃいですよね、うん、ちっちゃいですけど嬉しいです。ありがとうね。やっぱりね、魚釣りはタイミングなんですよね。投げてこうね、ふわふわさせるだけ。雨上がりでも余計活性があるかもしれない。ふわ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 させたらこれね、下手すら50アップくるよ。釣れそうか。いや急になんかあれだね。でもボイルはしてるね。ボイルはおお、ちょっとでかいの釣って。高橋君釣っとるもんね。まあまあちっちゃいけどね、ちょっと一発でかいの出したいね。クロス、ちょっとクロスしたぞ。あ、ボイルしとる、ボイルしとる。鳥が今日は 4K でお送りしております。景色綺麗ですよね。これムクドリが今集まってますね。北海道から飛来してきた白鳥と、この白い方が白鳥ですね、はい、野鳥の会の皆さん見てますか。そしてアホウドリ見えます。あの奥にいるのが白鳥で、手前にいるのがムクドリ。この時期なんですけど、こうやって野鳥の目が来るんですよ。ムクドリとかペリカンですね。アホウドリ、シラサギもいますね。気持ちがいいですね。ケアニおじさんと小太郎さんがやってます。ちょっとポツポツっとね、早朝当たったんですけど、そっから当たりが止まってますけど、時折ボイルしてる。これ小魚がシャローに寄ってるんですね。また来た、また来た。いやサイズはちっちゃいけど、よし、スピンベイト。はい、スレがかり2回連続。これはちっちゃいな。朝活性が高いんで、こんなバスがそこに300匹ぐらいいるんすね。でちょっとまあサイズがちっちゃいからあれなんですけど、気持ちいいですよね、スピンベイト。ここの土砂ローでね、とにかくスピンベイトがハマる日っていうのは本当に200匹300匹釣れちゃいます、はい。スピンベイトの釣りを知らない方にね、まあ、関東の方に自分結構一言二言を言うんすけど、スピンベイトが全然反応悪いタイミングってあるんですよ。そういう時釣れないですよ。ちょっとごめん、取ってあげるわ。だけどこうやってね、この釣りがハマった時、このサイズだったら1日300匹釣れます。300匹400匹当たり前、500匹釣れることもある。私が今提唱してるこちらなんですけど、世界で一番釣れるルアーとして有名ですね。これはデュオから出てる、レアレススピンベイド90、80、70、60、50、40、30といろいろあるんですけど、これね、魚釣りの本場アメリカでもウィニングルアーになっちゃったんですね。ウィニングルアーって意味わかりますか？これ見てる坊やたち、僕が言ってる意味わかるかな？大会で優勝したの。これでプロ中のプロ、魚釣りの王様たちが競い合った時に、このルアー使った人がチャンピオンになった。まだ来た、まだ釣れた。でかい。おお、どうだろう、いいんじゃねえの。食ったよ。食っとる食っとる。結構遠投したら食ってきたわ。小太郎さん、来た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 。ナイスポイント。すれがかり、すれがかりか、これすれがでかい、でかい、うん、わかんない、そんなでかないだろう。おお、2匹目。いや、あれから追加ちょろっとして、うわ、でかい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 、結構でかい、うわ、でかいでかいでかい、マジでかいぞ。いや、でかい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 、40超えてるぞ。おい、いや、50ある。ちょっと取ってくれ、取ってくれ。俺やか、俺、待て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 、ちょっとこれ50あるぞ。いや、ある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 。いや、50はないか。40超えてるわ。待て、え、取っていいの。待て待て待て、ちょ待て待て待て、ちょっと待て待て、俺が取るわ。お、すげえ、でっけ。え、45ぐらいあるけど。危ない危ない、マジで。でかい。あ、でかい、でかいでしょ。でかいでかいでかい。あ、ちょっといかん、バレたらいかん。
これでかい。でかい。バレ。あ、バレた。嘘。あ、バレた。ちょっとこれカメラ持ってか。スピンベイト。ウェッシュスピンバイト。マジでちょっと待って。50ありますね。バケモンじゃんこれ。50あるんだね。ちょっと待って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 。あ、50ないぐらいかな。これ食べまくり。あ、でもこれ食べまくりですよ。うん、やばウェッシュすげえ。ウェッシュバケモン。持って持ってよ。いいよ。そうですね。突き倒してやっました。ちょっと待ってよ、測るわ。20。ああ47。47だね。50ない。ない。ちょっとこっち。やりましたー。46、7かな。オッケーオッケーオッケー。うわ、琵琶湖ホッコー。しかも釣れたのはスピンバイト。スピンバイト46、5。俺が釣ったみたいになって。50あるじゃん。50あります。50ある。50ある。こうで50なんで51っすね。51。ありがとう。僕ね、感動しました。あのね、行く前に小太郎さんが、はい、こういう理論でこうだからここでこうだよってそのまんまやったのよ、うん、そのまんま釣れちゃった。よかった。20 50 50 52 51ですよ。おかっぱり、おかっぱり。うわー、すげー。僕奥琵琶湖最過去最大。目が潰れとるね。あ、ほんとっすね。ほんとやな。これ食べ、これは食べ食べるのは小松ぐらいで。オッケー、すごい。小田さん映したらいいね。いやいやいや、ちょっと小田さん、もっと上に。ごめん、俺映っとらんかった。聞き出してください。うわ、これサムネにしちゃいますよ。どうぞ。もうちょっとケツ上げてもらって、もっと突き出して。小太郎さん、うわすごい。これはブリッブリッ、すごい。感動したよ。ちょっと下のところ。ああ、これこれ何、なん、え、何ポンド。これ16ポンド、あ、14かな。で、見てくださいさん、スピンベイトのアユから。で、今アユまさに釣ったらブワー吐いたわ。今吐いたね。20匹ぐらい吐いたで。ブワーってあいつ。そうだ、ブワーって丸飲みしてっとる。もう腹パンパンで釣り上げてビビりすぎて、ウエウエって。うわ、そうっすか。吐きまくり。完全にアユだね、これ。小太郎さん、どうですか、この状況は。いや、まあ、良かったんじゃないですかね、多分。その、はい、良かったですね。あの、いや、まあ、僕は嬉しかったです。主人さんが釣っていただいたんで、すごい大きいの、ね。なんか今日ガイドサービス頼んだような気分でした。いやまだいますか、まだ釣れますかね、これ。あ、もう時間帯的に厳しいかな。厳しいかもしれないですね。もう。ハロー、来た。でかい。やったね。さすが。来たぞ。来たぞ。1投目で来たんじゃないっす。1投目。さすが小太郎さん。うわ、でかいんじゃないこれ。いや、でかいかもしれない。でかいじゃなくて、モニモニ絡んだ、モニ絡んじゃって、なんだかんだ言ってカットテールだっつって。ちょっと藻が多いね。でかいんじゃないかな。50近いかもしれない。いやいや、ないないない。いや、わかんない、それは上げてみんと。小太郎さん、これでかいって。いや、多分でかいかもしれない。でかい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 。やばい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 、やばいの来た。おいおいおい、小太郎さん、すごい、あ、でかい。あ、そうでもない。あ、そうでもないか。いや、でもそうでもない。あ、かわいい。ちょうど塩焼きサイズにちょうどいいぐらい。そうですね、塩焼きサイズですね、今の。おい、釣れた釣れた。来たか、来たか。何だ、何だ。うわ、ブルーイルに引っかかった。うわ、ブルーイルや。明日ブリブリ。食べる。これ食べるよ、俺。おいおい、じゃあ食べや食べや。あ、ルアー何、ダウン、丸飲み、ダウンショットで。ダウンショットで。ワームは何、これ何だったっけな。中古で買ってきたんでよくわからんけどね。貝の1匹出したいんですけど、ちょっとそこウィードがあってね、巻き物が入りにくいんで、こういうオオサンショウウオで。ケアニおじさんもブルギル釣りましたね。これでみんな坊主はなくなった。この景色良くないですか。あの雲、空中に浮くですね。これ見てくださいよ。いや、この自然を 4K で捉えてます。うわ、 4K ってすごい、ね、どうも。まあ、皆さん、あ、ちょっととんでもないゲストが突然現れました。翔倉さん、どうも初めまして。ちょっとお願いします。お願いします。
や嬉しい。いやこのこの業界バスプロ、バス釣りを変えるということでですね。はい、変えます変えます。いややっぱりね小太郎さん YouTube 繋がってたんですよ。繋がってましたね。俺画面の中だけの人と思ってた。そう。いや生きてるんでね僕。どっかに住んでるわけですか。しかもここで今日会うの運命だったんだ。しかも51釣って。あまあたぶんな。琵琶湖は綺麗でいいっすね。ほら。あれなんか声が聞こえるぞ。変なおじさんがいるな。何やってるんだあのおじさん。あれ。おじさん奇遇やん。お。ねえ。ケガニおじさんやん。どうしたの？高橋君。いやもう奇遇い何年ぶ。コラボ1年ぶりやん。元気やったか？なんとか生きとるやん。生きとるか？生きとるよなんとか。まあケガニおじさんって大器晩成型だからよ。そうだって。今48やろ？今48だって。だから2年後の50からお前とんでもないことになるぜ。多分すごいことになると思う。おお大器晩成型だから。高橋君ちょっと一言言っていい？何？ベイトが全くいないねここ。そうかちょっとやって様子見て移動だ。ここでスピンベイト投げていきますよ。スピンベイ！今日はねスピンベイトで50釣れちゃったんでね。なんとボイルした？ああ、小太郎さん来た。でかい。何それ。ちょっと待って、これいるでしょ。ここいます。間違いないです。10センチの超10センチぐらいだね。超かわいい。カットテールやっぱ裏切らんわ。絶対裏切らん。黙々とやっとる。使ってんのこれ俺が開けたやつやん。そうだって。しかも3年前にこれね、あの流れ川であのハスがハスつったんで、まあ、これサミング70。おいおいおい、ミスキャストやな。うわもこもこ真っ白ふわふわもこもこ真っ白。あやっぱりウィード。ふわもこウィードがふわもこ。どうした？ウィードは結構あるけど、うん、あフリーグはいいの？移動してきました。息釣れるかな。おさん釣りましたね。ありがとうございます。どんなルアーですか？カットテール。カットテール。小太郎さん来た。小太郎さん来た。また大きいの？でかい。いやでかいでかいでかい。嘘。いやでかいでかい。大きいぞ。でかい。ちょっと小太郎さんでかい？でかい。え、根掛かり？でかいでかい。いや根掛かりじゃないって。下に戻った。でかい。おい、ナイスナイスフィッシュ。おったかな。さすが。お、でかいでかい。でかいぞ。でかい。40アップか。おー、あ、いや30はいっとる。うわ、でかい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 。オッケーオッケーオッケー。40近いんじゃない？いや40はないと思うけどな。言い過ぎです。でも離れてるから巨バスが来たかと思った。いやよっしゃ、おめでとうございます。小太郎さんリグは？リグは脳進化相変わらずのカットテール。カットテール脳進化。進化最強なんですよね。そうですね。やっぱり楽しいですね。ケガニおじさん楽しいね。いろんなとこ乱眼して。今日いろんなことがあったね。いろんなことがあったよね、小太郎さん。いろんなことあった、ね、いや朝結構釣れてね、小太郎さんもパンパン釣って、パンって、で俺がカメラがないところでギルが2匹。ああ、また持っとるな。持っとるでしょ。ブルブルギルという。そう、あのバスじゃないっていう。あのベイリー自体 の、 あのマテリアルっていうか材料自体が非常にいいんで、その落ちてきながらこうすごい なんていうんですか、本当に。魚が泳いでるようにこうスーッと下に落ちていくんですよ。それがすごく僕好きなんですよ。あで、おカットテールの落ち方がね、あられるところを打ってるんですけど、まあ、なかなか厳しいという状況なんですね。ここ結構とあっさいな。あそこいそうじゃない？
ナイスナイス、よっしゃーよっしゃ、やりました、ありがとうございます。最後の最後で、最後の最後でコバス、いやエラがでもかっこいいぞ、最後の最後でコバス、これはこの感覚で撮ったデカ見えるでしょ、ナイスやん、やったな、やったね、オッケーオッケー、タクタクタクった、でかい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 の来た、でかい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 、うわー、うおうおー、やっぱこっちの方がおるわ、あカメラ戻った、カメラ戻った、うわあ！うわあ！お時間ぶりにまた釣れた。正直ね、朝の51よりこっちの方が嬉しい。うん。釣れない釣れないの中の一匹。朝の51よりこっちの方が価値あるよ。もうそろそろ帰りましょうか。ご視聴ありがとうございました。今日はね、奇跡の50アップ取れて。とんでもない。何あれ、雪崩がやばいな、あやばい、距離で危ないな、ヒグマが来るからな、この辺やばいだ、この辺は。